サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。レアルマドリー対さあ、まもなく試合が始まります。さあ、今試合が始まります。大事なところ、さあ一人で上がっていきますと、ここまで来た、いくか、おっと、ここでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。シュート、うわー、いい守りを見せました。通りません。中央から持って上がります。縦にボールが出て、さあ競っていく、狙った、ディフェンス守った、もう一度来た、レアル、ここからの攻撃になります。前半の15分を回りました。ジダン、詰め寄られた、中を見ている、わっと抜けてきたぞ、さあシュート、これを決めた、ゴール、レアル1点先制。シシーニョ、勢いのあるシュート決めた、最後は落ち着いて決めてきました。いやー、落ち着いてましたよね。ここはしっかりと決めてきました。いいプレーだと思いますよ。さあ、リプレイ画面が流れています。さあ、北澤さんですが、レア、まずは1点先行しています。こちらがどうしてはね、これちょっと面白くなりましたよね。早くも攻守が変わっています。レア、左のサイドは上がっていきます。そしてボールはここまで来ています。強い、かろうじてクリアしました。折り返せるか、タッチを割りました。送ってきた、このボールをカット。30分を回りました。真ん中から上がっていこうというところ。お、いいですよ。ボールは絶好の位置、これはクリアします。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。
レアルとしてはこれでいいと思いますよ。打ってきた。おっと決められない。残念だ。ちょっと空中での競り合い。今前半の40分です。安定した攻めを見せています。中には一人。ここで激しいサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。とここで奪った。面白いボールですよ。カットファウルです。イエローカード。カメラさん、はい、岩本さん、ロスタイムが3分です。今紹介がありましたが、ロスタイム3分です。ここで前半戦が終了します。さあ北澤さん、先に1点先行されました。さあ後半に入ります。レア前半では支配率で上回っています。ボンテイ軽く出してフェイントを入れる。入るか。際どいボールでした。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、かなり強引に切り込みましたね。この辺はいいテクニックで持ち込みましたけどもね、もったいなかったですよね。大きく狙った。これを決められない。レア今のところ1点リード。見ているとこうドリブルで持っていくパターンが印象としては多いですね。レアルとしてはそのあたりに今日はいけるんだ、こういう自信が見られますね、はい、縦に出して一人で上がります。左サイドから攻めていきます。マームガンズ。ドルタ。激しいチェックが続きます。フルエイレン一人で抜き去る。と抜けてきた。頭だ。キーパーパンチング。これはコーナーキックです。さあ選手の動きに注目ですね。ボールが入った。いい守りです。おっと奪われた。これはファウルの判定。グズベブニネゴッチかなり興奮しています。だいぶ興奮してますね。あっとレッドカードの判定です。ではここで大きく流れが変わってきました。ですがフリーになってる選手がいましたからね、あえて止めた形でしょうね。ポンテここは大きく外しました。ここで選手の交代があるようです。後半30分を回ろうというところ。横へ動きます。行くか。果敢に奪いに行きます。シュートに行く。キーパーを防いでいる。さてコーナーキックに変わります。ここは集中した方がいいですね。そのままいっか。さあいけるか。ここは誰も走り込んでいません。ウルエイレン。カメラさん、アウェイベンチが慌ただしくなってきてますね。18番の選手に変えておそらく11番が入ります。はい、ここで交代の動きがありそうです。北澤さん、ブールーン、はい、こう見ているとフォーメーション変えてきてますよね。はい、4-3-3になってますね。しかし変えてからは結構いい感じに流れてるように見えますよ。シュートも結構打ててますからね。なるほど。さあこのまま勢いは増すんでしょうか。いいボールですよ。ここで終了の笛が鳴りました。1-0レアル1点差で勝利。逃げ切りました。後半に入って10人になってしまったのはレアル。はい、そうですね。